こんにちは。本日第54回目おうちサロンチャンネルです。本日は函館にてです。出演はルルハナことキャプテンです。よろしくお願いします。はい、お願いします。久しぶりの函館ですが、はい、ご感想はどうでしょうか。私ね、1月に来たんですよ、はい、どうでしょうか。あったかすぎますね。もっと寒いかと思ったらすごい暖かくて、関東と同じです。はい、びっくりしました、そこの暖かさで。まず、どうですか、じゃあ、キャプテンさん、今日はこれからまたいろんな方のコメントを流したいと思いますが、はい、暖かいですね。暖かいって暑いですね。うん、ピーコート着てきちゃったんですよ、私。で、いよいよ明日の、はい、おうちサロンの、その函館の祭りなんですが、はい、意気込みをお願いします。そうですね、意気込みっていう函館が潤ってくれることだけを願ってますので、活発化っていうか、お客さんがたくさん、とにかく盛況に、大盛況で終わりたいっていうことしか、頭の中にはありません。なんか今日 FM さんにも出るらしくって、今日中とね、それは函館の支部長とサブリーダーが出ます。はい、撮れたら撮って流したいと思います。そうですね、ぜひとも撮ってください。函館市縄文文化交流センター着きました。ソフトクリームが売ってるらしいんですね。はい、ここは東の街道、函館でお世話になった高谷さんに来られました。まず、じゃあ、自己紹介お願いします。はい、名前触れてみます。はい、高谷と申します。何年前ですか、もう何年ですか。そんなになるんですか。金森ホールで初めてやっていただいてから、もうずっとお世話になっています。よろしくお願いします。今日この縄文文化遺跡のこのご紹介をしていただきましたが、はい、ちょっと質問あるんですけど、よろしいですか。はい、なんか日本とか、はい、日本人とか、はい、アイヌとか、はい、沖縄の人たちは、はい、遺伝子が、はい、大量の人とは違うという遺伝子を持っているらしいんですけども、はい、この D 系の遺伝子というか、だから韓国とか中国人と全く違うルーツで来ているんだっていう話なんですけど、その辺はどうなんですか。確かにその大陸の方とは全然違う遺伝子を持った方々が縄文時代に来たというですね。どこから来たのかっていうのがまたちょっと難しい話にはなるんですが、違うものになっているのではないですか。結構上から流れてきたっていう説が多かったんですけれども、そうではなくて、下の方から温かい方に上がってきたのではないかという説もされていますので、どちらにしろ大きな方から流れてきたというよりは渡ってきているんですか。今現在その D の遺伝子を持っているのに、日本人とチベットとか隔離されている方しかいないし、だからほとんど絶滅っていうか滅ぼされていってしまったんじゃないかと。ああ、そうです。だから縄文人は D 遺伝子なんですけど、弥生人の種は大陸が来たんです。そうですね、内地の方というか大きい大陸ですから。北海道は全く弥生に行かなかったわけでもないですけども、独自の文化を歩んで、そのアイヌ時代に移行していきますので、やっぱりまた何か違うものがあるかもしれないです。で、ルルハナコさん、今日の説明がありましたが、はい、ご感想をどうぞ。そうですね、改めてまた歴史を感じたというか、はい、函館に何回も来てるのもかかわらず、今回初めてね、本物を見に来たみたいな、ね、感じでした。で、ね、高谷さんの、ね、説明がすごく良かったですね。ありがとうございます。勉強になりました。ありがとうございます。ございました。ぜひ高谷さん、その歴史に興味を持たれたら、はい、埼玉ってないと思うんですが、実はすごくありますので、はい、先ほどの古墳とかありますから、ぜひ来てください。はい、おしみ100キスとかありますか。はい、古墳とかはまだ全然多分見てないので、はい、結構ね、知られない古墳がたくさんありますので、ぜひ来てください。はい、あとは、なんかこの縄文の案に関する人形をお作りなんですか、ね、あ、そうなんです、編み組みをちょっと作りはあるんですか。今日はそうなんですすいません。じゃあそれはどれで披露するんですか、そういうのは。ですね、今ちょっとお披露目荘という近くのホテルで置かせていただいたりとか、そうですね、はい、ハンドメイド関係のイベントで多少、お世話になることはあるんですけど、あとは札幌の方と
コラボレーションしたイベントで、うん、あの置かせていただくこともじゃあぜひそちらからどうぞ。あ、これね、アミコの目のこれ今これ見たい見たい皆さんよろしくお願いいたします。ありました、ありました、ありました、あ、こういうのがね、これを作るのにどれだったんですか。これ、結構大量生産にもなるので、これ手作り？そうです、全部手作り。ありがとうございます。ちなみにこれ一つおいくらなんですか。このサイズだと1000円くらい。1000円で。これ専用なんですか、これ。これあの指示棒で。指示棒ですか。いろんな形があって、こういう形で説明してあるんです。じゃあ、これからも頑張ってください。はい、ありがとうございました。